こんにちは、ウィンドゲート代表の尾崎健です。前回に引き続き、家を買うにあたって知っておきたいことを亀田君と対談形式で話していきたいと思います。よろしくお願いします。亀田です。よろしくお願いします。亀田君が家を買うとしたら、はい、予算とかってどうやって決めたいなと思いますか？予算に関しては、銀行に相談したり、ネットでこう年収からこう借入額をこうシミュレーションするとかですかね。そうね、一般的にはそうやと思う。でもネットで調べると年収から借入可能額みたいに出てくるでしょ。あ、はい、出ます。あれって目いっぱい借りれる金額だね。おー、そうなんですね。で、目いっぱい借りるっていうのは今の金利から計算するとかえって危険かもしれない。そうなんですか。そう、予算を決めるときに大切なのは借りられる上限ではなくて、生活していく上でいくらぐらい借りれば今の生活水準を維持していけるかっていうことだ。もちろん目いっぱい借りれた方が、高い金額の物件が買えるんで、はい、ちょっとでもいいものを買いたいなと思うのが、人の気持ちだと思うから、それはおかしなことではないんだけれども、そこだけをフォーカスしてしまうとちょっと危険かなっていう。なるほどなるほど。具体的に言うと、今は超低金利時代って言われていて、銀行の金利とかが非常に低いよね。はいはい。で、その影響もあって首都圏を中心に日本中のマンションが非常に高い値段で高止まりしているという状況になる。お金をたくさん借りれる状況で、たくさん借りれるから高い金額も買えるでしょ。はい、買えます。でも高いマンションっていうのが相場がぐっと上がってるから、それだけの価値があるのかっていうのは、また別の話です。そうなんですね。具体的な数字でちょっと見せてみたいなと思います、はい。年収500万円の場合、はい、今の最低金利 0.375%、これは銀行の優遇とかも入れてなんだけれども、一番低いところでそれぐらいで借りれる、はい、そうすると借り入れ可能額は3930万円。おなのに対して、一昔前、最低金利は 1.5% ぐらいだったのね、もっと前は 2%、3% の時代もあったけども、1.5% で計算すると借り入れ可能額は3260万円まで下がる。700万ぐらい違うってことですか？結構違うでしょ。借りる人の年収を仮に500万円として、ざっくり月の手取りが約28万円と仮定しましょう、でそこからローン10万円、管理費、修繕、積立金、駐車場代、なんかを支払って、さらに食費とか光熱費とかいろいろ払うものがあるよね、そうすると、ほとんど残らない。この状況で金利が上がってしまって、返済額が増えてしまう可能性がある。変動金利っていうのは金利が上がる可能性がある、そうすると返済額が自分の収入より上回ってしまう危険性もある。そうなるとじゃあ貯金どころかもう火の車って感じですね。そうローン破産の可能性さえ、今の低金利時代に借りるだけ借りてしまえっていうのも、考え方としてはありかもしれないけれども、かなりリスクがあるよっていうのは分かってます。さらに言うと金利っていうのは固定金利と変動金利があります。で、固定金利っていうのは借りた金額が、借りた期間中ずっと同じだ。例えば今有名なところで言うとフラット35、その名の通り35年間金利がフラットなわけね。変動金利っていうのは市場の金利によって金利が変化する。なので支払う利子が変わってくるっていう、そういう可能性があるよっていう商品。なるほど。現状変動金利っていうのは固定金利よりも利率がかなり低い。でも今後インフレとか景気の変動によって金利が上昇してしまった場合、返済額が増えてしまう。なるほど。返せる上限で借りてた場合、ちょっとしたことでローン破産してしまう可能性があると。なのでゆとりのあるローン額決めるのはすごい大事。じゃあこうインターネットとかで出てくるシミュレーションは、こう結構借りられるなと思ってたんですけど、その辺も考えると、上限いっぱいに借りるっていうことは危険なこともあるってことですね。そうね。判断材料の一つとしては、とっても便利なんだけれども、実際の生活スタイルとかその辺まで気を使って計算してくれるわけではないので、鵜呑みにしすぎないっていうのがすごい大事ですね。なるほど。次回はさらに具体的に、頭金、もしくはボーナス払いとかいろいろあるでしょ。ありますね。その辺も含めてどういったローンを組んでいくのがベターな、それを話していければなと思います。わかりました。
ご視聴いただきありがとうございました。